け。めっちゃ食われたね。はい、シネコチャンネル、シネコです。本日もプレイしていきたいと思います。ピクミン4、ポリマー遭難記。これ、なんか、15日で、パーツを30個集めなきゃいけないらしくて、もうこれ、5日終わってるんだよね。ここから、集めるの結構無理がない？これ、とりあえず建築の素材がいるから、あ、ここにある。あれをまず取りに行くか。ということは、ここに一回移したい。ということは、一回こっちから行きたい。ここまで行きたい。行ける？いや、モス遅い。ここか。で、拠点を移して、これを取りつつだな。あの、上に上がりつつ、資材を移しつつなんだけど、資材があればあっち側の水ピクミンを使って、あ、そういうこと？モスでいけるか。むしろモスを使ってこれ資材1個運ばせれば、くそ、だいぶ無駄になっちまったぜ。そしたらどうなんだ？モスがあれをコツコツ運んでりゃ、もしかしたらって感じしない？いや、でも相変わらずだな。相変わらず。上がれないよな。どうやって上がるんだろう、上。あ、一応上がれるのか。こっち側から上がって。いや、結構厳しいところ上がるの。どうやって上上がるの、これ。なんかあるんだろうな。とりあえず粘土橋の方を見てくるか。今、2個。倒すかも。倒すしかないよな。オッケー。やっぱりこいつが持ってたか。いや、正直いらんかったのか。火がある。やっぱあと1個だ。いや、これ登れるだろう。
どう考えてもこっから降りていけるよな。なんで降りないんだ。いやーきっちいこれ。ここに持ってきたい。ここに拠点を移しちまえればそれで終わりだし。移すか。モスがちょっとあれかもしんないけど、悪いね。モスはもうちょっと諦めてくれ。俺が水ピクミンを取って戻ってくるまで。すまねえ。よし、モス行こう。待って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 。オッケー。でもう5日の時点で10個は取ってないといけない計算なんだよね。じゃないと、いや、おかしいというか間に合わないというか。本当だったらもう少し余裕は欲しいとこだけど、まあ余裕なんていくらあったっていいんだけど。モスはこっち行けないから、こうだよな。ここから、あの火を持って、え、こっちって。これ持ってこうだ。こい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 。ピクミンの目どこにあんの。こんなの行け。行った。でとりあえずこれ青ピクを増やせばいいから、これどこへ、こっちから行くつもり。なんかいるな。あー、これ資材くれるかな。あー、資材じゃねえのか。まあよかろう。ペレット、まあ、正直いらんちゃいらん。でモスだな。モス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 。やはり攻め。青オニオンどこに運んでんだ一体。あそこ、これどうやってここ行くんだろうな。あ、ここにもあるやん。これを運んで、でそしたらもうここでいいんじゃないか。多分ここでいいよな。そしたら、これは水。ここもどうやって上がっているかわかんないな。ここっていけるの。いけるのか。一応でも黄色ピクミンが多分必要だった気がするから、
こいつら何してる？動いてないやつがいるな。これで青の目たら、ちょっと赤戻しの青増やさないとな。青を増やしつつ、その間にあそこに行って、ちょっとここまで行けると思うんだけどな。あー、そういうことか。ここからか。はいはい。なるほどなるほど。あぶねえ、オリマーがやられる。オッケー、いいぜ。でとりあえず、オッケー、いいね。これコクピットというか、そうだね、あのコクピットのマスクだね。ここから降りれるか。オッケー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 。これでここのはほぼ揃ったみたいなところあるんじゃないか。123、いいね。もう一個は？来た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 。ほぼ揃ったぞこれ。あとは？もうここないよな。あそこにあるのは正直水が増えないと厳しい。ちょっと後にしよう。これあそこまで行けりゃよかったけどな。オッケー。14匹、嘘だろ。どこにそんなにいる。え、どこにそんなにいる。本当か？あいつらか。もう間に合わねえぞあれは。しょうがねえ。回収した宇宙船パーツが11個、残り9。いや悪くないんじゃないか。ちょっと追いついてきた感はあるね。で、さらに新しいエリアに行けるということで。花吹雪に残り1個で終わり。で、それはちょっと置いといて、どちらにしろ青ピクミン増やさなきゃいけないから、先に日だまり行って青ピクミンも増やしつつ回収して、最後常薙っていう感じに行くか。多分それが一番ベストな気がする。ああ、そういや、もうそろそろね。てか今月はすごいビッグタイトルが続くよね。風雷の試練、龍が如く8、あとペルソナ3のリロード、かなり楽しみなゲームが続きますね。あと FF のリメイクも出るもんね。やべえな今月、来月、再来月。
ちょっと楽しみですね。はい。ということで、まずは青ピクミンを増やしていきましょう。はい、はい。青さえ増えてしまえば、いろいろできることが増えるから。はい。いいぞ。そういうことか。これ一回削って青でいい。青になってるよね。オッケーオッケー。でモス乗って意外とこう、オッケー、いいね。モスがいることによって幅が広がる。怖っ。なるほど。ここだね。ここモスで封鎖して、そのところを破壊して、そのまま動かしそうだしな。で、ピクミン。よし、行くか。ここここっていけんの？ああ、いけない。でもなんかでいけるんだろうな、これ。建築もできないけど、上にあれがあるから。あれ？黄色ならいけるのか？黄色でも届かない。わあ、届かないな、微妙に。ここに上がったら上がれない。どうやって行くんだろう。反対側から回るんか。そうだそうだ、さっきのあそこに回るんだな。オッケーオッケーオッケー、分かった分かった。やっぱコントローラーの効きが悪いよね。ドリフトするな。使い方が悪いのかな。よっしゃ。でも午前がもう終わっちゃう。早くしないと。いや、ドリフトどころじゃねえ。勝手に動いてる。いや、ドリフトが勝手に動くってことか。でもそもそもが、おい、どこ向いてる。おい、バカなのか。オッケー、いいぞ。モス。え、これモスがもしかして言うこと聞いてないだけ。そんなことないよね。コントローラーの問題だよね。こんだけドリフトするおい。いいぞ。でこっちからオッケーで、やつを倒せばいいかな。おいおいおい、マジドリフト問題、ドリフト問題やばすぎる。
て、で反対に回って、ただこれを下ろしときゃいい。でパーツだけ先に運んじまうか。運べてるよね。いいね。これをで青に運ばせると。うまい。これお前らにはやらねえ。これで青も増えつつ黄色も増えて、あーなるほどなるほど。ここも行ってねえのか。意外とあっちもいっぱいあるな。なんとか今日1日で5個増やしたいね。計算上1日1個ずつ、1個ずつじゃ間に合わないもんね。これ5個で1日2個ずついけば計算上なんとかなる。いけ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 、頑張れ頑張れ。 OK。パーツ、これは食料はなるべく青で運ばせる。他の連中はなんか1体足りないな。ラッパ、まあ、警笛みたいなもん。これは一体足んないね。あの上にいんのか。上のやつ届かねえな。まあよかろう。あいつの相手をしてる場合ではないからな。あーやべ、ミスった。降りたくないんだよね。オッケー。ああ降りれるようになっただけか。で資材、でもこれ全部揃った、もしかして。いや揃ってね。こっち側ってどうやっていくんだろう。行けないよ、こっち側から。内側から抜けていく感じか。そうかもしれんな。多分そうだな。でも違うぞ、行ったもんな。違うね。あそこに資材の山。ん？ここ行けない？こっちもうないのか、もしかして。あ、でもなんかありそう、ありそうな気もするけどな。ここまでで終わりかな。終
わりっぽいね。こっちはないんだね、多分。そしたらもう可能性があるとすると、レーダーがないからわかんねえな。いやでもレーダー全部もう反応してないから終わりだよな、このエリアは。あと残ってるとすると、この紫のやつ、あ、敵だと思うんだけど、あれ倒した時に出てくるかどうか。ないな、ないですね。あったらやべえけど。あ、蝶々だもんね。蝶々はないよな、別に。はい、ということでここはもうやめとくか。で、今日までで14、残り16。オープン。ここまでで16。うーんと、あと8に16。1日2つペースで。で、ここの1個を、残り1個だもんね。最後、これも簡単に取れるの分かってるから一番最後にしよう。で、8、8、16、15、そうだね、次のパーツを探すのにとりあえずここだ。1日2個ペース、それでなんとかなる。で、通路を作るのも重要だから、1日犠牲にして16、うん、通路を手に入れ、通路を確保して、でまあ次の日に4つ集めると、コナギの花火。さあ行くぜ。まずは青ピクを出しとかないといけませんね。あ、結構増えたね、青ピクも。じゃあ30とかでいっか。意外とこの黄色も必要な気がするんだよね。はいはいはい、こっちもな。意外とオリマーの時と違って、これ壊せるのか、いけるか。いや、ここ厳しそう。いけるか、これ。いや無理、水じゃないと無理だこれ。いや、結構厳しいな。水で削ってひっくり返ったところをやるしかないね。こうだね。それでも溺れるけど。戻ってこい。オッケー。え？よし。多分これあれだよね。ここ干潮になったら、あー、やっぱりだが、危ない危ない。
多分干潮になったら、戦ってるわ、戦わしとくか。もうドリフトがやっぱすごいな。でもこれちょっと本当に困るのは、このあとスイッチで風雷の試練をやるつもりなんだけど、こんなドリフトしたりしてるようだと、あれさ、ワンターン制だもんね。ちょっと1回のミスがすげえ命取りになるんだけど、大丈夫か。絶対大丈夫じゃないよな。どうしようかな。今からすげえ不安なんだけど。コントローラーを変えるか。コントローラーの問題なのかどうかもわからんしな。何やってるこれ。またここか。だいぶ犠牲になるんだよな、あいつ倒すの。でも干潮になってもこことか。干潮になってもあそこ水引くかわからんしな。こっちは、ああなるほどね、倒しとくか。倒せるのか、無理かも。やられたな。運べる？いけるか。残りは？これ干潮になるんだったらなってからの方が良かったな。まあ当たり前だけど。いやでもドリフトさえなければもっと上手にできるんだ俺は。マジでコントローラー効かないからね、これ。この動き、この動き見てわかる？これまっすぐ進んでね。これまっすぐコントローラー押してんのに、こんなぐね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 。あ、ようやくスムーズに動いてる。今スムーズに動いてる。多少、多少だけど。あ、ダメだ、また。何なんだろうな、これ処理が、処理なのかな。もしかしたら処理か。はい。引きました。この引いてるうちに、なんとしてでも。いいぞいいぞ、ここで。このタコゲッチュみたいなやつは、こっちの攻撃してこないから、ベロチャッピー野郎を倒して、移すか、一回ここに拠点を移して、増やしつつ、この辺なんもないよね。
ぞ。あ、黄色が逆に少なくなってきたな。もうこれ全部100超えたから誰でもいいな、正直。むしろ赤でもいいか。赤でもいいな。で、ここから、あの上にあるパーツを手に入れるためには、黄色がいるかな。ここ、もうなんだよ、これ、ドリフトすんな。爆弾使っちまうか、それか。黄色がいるな。黄色20。黄色20いるな。いやー、せっかく、え、どうなってんの、あいつが、とかこいつがいないからか。あ、でも通路の確保はできてきてるからね。でもせっかく艦長だから艦長の上に進めてるだけ進めたかったんだけどな。まあしょうがないね。はい、いけ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 、半分ぐらい削ってくれ。よし、これは何のパーツなんだ。よし、この辺はもともと、あー、そこにパーツあんな。でもこれ、いや、鬱陶しそう。はい、あー、やべ、しくった。おい、いいね。30人いったか。まあまあでもいいか。ここってなんかあんの？あー、そういうことか。あの上にあれがあるのか。登れる？あー、足りねえ。そうかそうか、そうかそうか。黄色も足りねえけ、青も足りねえわ。なるほどね。あそこ青で処理して、処理できるだけ先に処理しに行っとくか。うん、まあ間に合わんけど、まあいっか。3人ぐらい。あ、でもアイテムは手に入ってるね。次々、ここに数7、1日 2.14。 あ、でも悪くないよね、ペース的に。今3手に入ったから、1日3なら1日3ならいいもんね。意外とだから黄色ピクミン使うから、黄色ピクミンは出しとこう。30、
赤いらねえわ。ちょっとここでは赤は必要ないだろう。黄色と青で。ああ、そういうことね。日中にここを立ててなかったから、立ててなかったらあれがダメだったんだね。あれ生きてる。あれ倒さなかったっけ。おい、よーし。一個ずつ運ばせて、こいつも行けっか。資材とかあったら助かるんだけど、激辛スプレーか。まあ悪くはない。で運ばせて、その間にこっち側か、こっち側行けるのか。あー行けない。おい何やってる今のは。俺が悪い。この辺行くか、この辺行くか。まあここだろうな。いや待てよ、ダメだ。今あっちに移動しちゃったら、これ多分オニオンのおかげで数が増えちゃうから、一回それを処理していかないとまずいわ。したらいいだろ。で、牙城の上まで行って。いやー、なるほどね、お前か。はい、増えてしまった。大量っていうほど被害出てないけど、多分この上に拠点があるはずなんだよね。あ、ある。あいつか。遊んでよりによってお前かよ。ここは赤が欲しかったな。できれば。はい、落ち着け。めっちゃ食われたね。はい、やーべ。で、移さないと。あー、あっちに2つあるの。あそこにもオニオンがあるな。青ピクオニオンもあるな。ちょっと増やしていきたいですね。
あそこね。こっち側が足台。ただの羽だけど。まああれはいいだろう。勝手に運ばしとこう。で、問題はこの下のあいつか。資材。これは？ああ、お前か。よし。聞いた、今がチャンスなんだけどな。ここまで。いや、黄色欲しい。黄色が欲しかった。ガーリップで、そのこっち側に青もあるんだよね。あれどうやって壊すんだ。ああそういうことか。ここで壊しといて、この下にあるのか。え？ああなるほど、この真下にあるんだ。モスが来れねえ。まあモスどっちにしろあっちにも来れないから。やっぱピクミンが揃うと速くなるね。新しい地域でも結構迷いもせず進んでいく。できればあっちまで行きたいな。早く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 。この時間がもったいなさすぎる。うわあそこで詰まってるやついる。もう最悪。何をやってるんですか。もういいよそれ。おいで。70か。今36。あ、そういうことか。あちらに。モス。もう行こう。オッケー。もうここには用はないからな。次はここだ。ここ壊しちゃえば、ここの拠点に移したいんだよね。おかしいな。ここにあるはず。ん？じゃない、こっちか。あー、あるじゃん。から向こうの拠点に移しちゃって、ここに運んでもらっちゃって、いや、ここまではもうムーブ完璧だ。
水が今減ってる。まあこうなってからあいつは倒すんだったんだろうな、本当はな。ここら辺とかってなんかある？敵がいるのは見えるけど、それ以外でなんかあんのか。ああ、これか。いや、これ運べねえぞ、このままだと。あれしかないな。いや、でもこれ、今しかない。あれは間に合うよね。とりあえず、ピクミン消して、間に合うかな。なんか間に合わなさそうだけど、ちょっと待って、あそこにもガーリップあるやんけ。あれガーリップだよね。あ、違う、ハリセンボンか。めっちゃいっぱいいるな、そんで。ハリセンの方何がいるんだろうな。ちょっと行ってみないとわからない。行けー、頑張れ、間に合え。いやー、無理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 。もうドリフトのせいで、でもだいぶミスってるよね。いやー無理だな。魚が食べに来てるし。はい、残念、戻りましょう。今日はここまで。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ぜひ次回の動画の方もよろしくお願いします。しねこチャンネル、しねこでした。